はい、こんにちは。スプラトゥエでのむちゃんとベルちゃんとエスメラルダちゃんです。エスメラルダちゃん、ベロのお母さんのとこで働いてる子の娘さん。娘さん何歳？あと少し9歳。そう、あと少しで9歳なの。ちなみに、いつも私たちの YouTube はずっと見てるから、日本語のも、日本わかんないけど日本語のも英語のもスペイン語のも全部見てくれてて、ね、なんかずっと半年前からずっと会いたかったのね。そう、会いたかった。めっちゃ楽しみだった。そうそう、誕生日プレゼント何買えばいいか本当にわかんない。9歳の子なんだけど何買えば全然わかんないから、もうお金渡してもう好きなもん買ってきていいぞね、100ペソをプレゼントして、まあ、何か買ってきていいよと。15分以内、15分で。今ね、何をびっくりしかって100ペソを手に持ったことないんで、その人生でね、人生でいつも20ペソとかマックス20ペソだから、100ペソもびっくりしてる。え？それプレゼント？Sí. Ok, empezamos. ¿Tendrás cambio, por favor? ¡Hayáis! まあでも全部使ってって言ったから。さて、OK、じゃあ完璧に、あ、ちょうど100ペソ。今から何を買ったか紹介していきたいと思います。順番に紹介していきましょう。はい、スライム。OK、はい、3つ目。クイシー。当てる？こんな感じ。握るやつだって。スクイシー。OK。チョコが入ってて、あ、これだ。中の。ああ、顔が変わる。恐竜のおもちゃが入ってる。これタトゥーになるの？それはタトゥーです。あ、本当だ。じゃーん。中にこれ塗り絵だって多分。ここになんか入ってて、絵を描くんだって。最後じゃあ100ペソになったのはこれです。ジュース、マンゴージュースです。ということで。ちょっと緊張した。さあ、ちょっと。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。アディオス。